どうも、エルザです。それでは、ゴースト・オブ・ツシマやっていきたいと思います。今回はですね、いろいろサブクエストというか、拠点奪還とか終わったんで、まあ、ちょっと残ってるけどね、メインミッションやっていこうかなと思います。まさこ様の方行こうかな。こちらやっていきたいと思います。いやー、にしてもここ綺麗だねー。さてさて、降りていかないといけないんだけど、ちょっとぐるってする感じか。いや、ぐるーどころじゃないな。よし、降りてだね。おお嘘でしょね、飛び越えすぎるときあるよね。さあ、気を取り直して、こっち側かな、行くなら。した後かな。道的には向こうと。風が吹いた時にね、周りの草木も動くから、その辺りはすごく綺麗だよね。相変わらず見づらいには変わりないんだけど。お、足立家の館かな。意外と近かったね。さあ、足立先生のとこ行きますか。足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。政子殿、酒井です。足立さんいないの？殺せ！おお！マサコ殿はどこだ？ぐひー蹴るなー。そうなんだね。さっき落ちたので体力ほぼないからね。いやー、まさかの。いや、まさかの。クナイも使えなかったね、なぜかね。殺せ！マサコ殿はどこだ？はい。答えぬか！答えぬか、お前は。この者どもは。なろ。まったく。猛虎ではないが、野党でもない。正体を調べるか。ほう、野党でもない。まったく不思議な感じだね。この刺さった矢は回収できぬと。何か調べ物はあるかな。物資ゲット、皮ゲット。手がかりはない。犯人を突き止めねば。なぎなた、足立家の女のものだな。家族を守ろうとしたのか。なぎなた使いなんだ。ほう、それは面白いね。もう酒井自体はなぎなたは使えないだろうね。失礼。荒らされているが、争った様子はない。争ってはないのか。それもまた不思議な。調べたいんだけど、特には、お、これか。子供を逃がそうとしたようだ。
そうか。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。お、花がある。さあ、馬屋を調べて、どうなるかな。特にアイテムはこれ以上はない感じだね。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。乾いた血か。だいぶ時間経ってる感じか。さあ、朝ゲット。争った形式がないって、なんかなかなかだよね。形跡がね。ちなみに、壊れない。はあ。お。蹄の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。よし、じゃあ追いますか。血もあるね。出血はしてる可能性があると。このまま走っていって次右。旧兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。あ、馬が。馬のムクロ。これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ。叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助立ちいたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。ほう、まさかの裏切り者がいたか。政子の書やっていきますか。裏切り者誰だろうね。まあ、待ち伏せをしてたって感じか。確認に来たやつを捕まえてっていうとこだね。で、どこに向かっていくんだい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと。刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。じゃあもうタイミングっていうか、もうこと手を結んでたやつがいるわけか。一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも。赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と、私がこの手で
埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず、北の地で。なれど今は足立の墓に。なんちゅう下道的なことを。ちょっと許せんな、同じ下道としては。これから小金寺へ向かう。ほう、お寺の方か。お一人残されるとは。一人ではない、刺客が生きておる。刺客に見覚えは？ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙った者。いやね、僕も下道侍としてやってるけど、女子供に手出すやつはちょっと容赦できんな。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか？やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。おお、お主にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。では鎧いただきますか。結構今の鎧もね、弓特化でいいんだけどね。物資は特にないね。望みです。酒井様、お達者のようで。おい、住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。草原という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ、うん。さあ、あとはそうだね、あ、和なし。もう前回強化できるものはしたからな。恐れながら素材が足りないようです。そうだね。素材が足りぬか。私らはきっと安全。さあ、甲冑師に一回話しかけようかな。どんな鎧でも結構です。雅子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。さあ、武家の鎧と。かつて雅子の息子が身につけた頑丈な鎧。はあ、そんな貴重なものを。ああ、いいね。敵によるあらゆるダメージが中程度減少、体力が中程度増加、攻撃を受けると気力は 15% 回復する。これはいいね。物資が足りない。あー、で肩についたりとか。はい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 。あー、こっちもいいんだよな。弓を引く速さが。まあでも今回こっちでいきますか。武士のいいやつやね。でもつけない。さあね、できるだけジンの顔は見ときたいんで。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあれば、いつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。さあ、あとは60メートル。どっち側だ？このまま向いてる方向に行きますか。いやー、裏切り者は一体誰だろうね。後ろで手を引いてるやつがいるとは思うんだけど。お、いたいた。あれ、話しかける。ほいほい。草原か。さようで。
酒井と申す。お侍、何用で。政子殿から言づてだ。和田氏家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。滅相もない。でもそんだけ物騒な奴らがいたら気づきそうなんだけどね。忙しい関係なしに全部が怪しく見えるっていうね。さあ、そしたら合流しようか。まあ、これで裏切り者をあぶり出すことができればいいんだけど、うまくいくだろうかね。鎧は得たな。おかげさまで。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。やっぱりか。怪しかったもんね、反応がね。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。おお、なんかすごいところ来た。おお、すごい。へえ、こういうのもあるんだね。じゃあ、ありがたく物資いただこう。さあ、で、どういうふうに様子を見るわけ？雅子さん。あの坊主、抜け抜けと。知らぬ。どうか、不服なんです。そなたを苦しめて。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ほう、裏の顔か。なんならここのから今のうちに倒してしまえばいいんじゃないかな。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。まあね、やっぱり裏切り者出たらね、誰でも利用しておかないとね。バレたらというか、見られておらんな。信用はできないだろうか、ね、隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。意外とバレないもんだよね。そこら辺に物資が落ちてるんだよな。やらしいよな。いいね、物資が。おお、びっくりした。鹿か。今鹿か。そうよ、鹿だよ鹿。あれわざとか。あの鹿はわざと通らせたんだね。やるね。
さて、距離を維持しつつ、見下ろし、あそこあたり行くかな。花ゲッチュ。隠れましょう。だいぶ警戒してるね。おー、花も手に入る。どこに向かって行ってるんだあいつは。ほう、いや、あそこ、あそこか。近づきましょう。こっちだ。古宿か。ああ、もう子いるね。あ、反対側ですか、ですか。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あ奴らが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。俺はここだ。わかった、坊主は生かせだな。仕方ない。はいやー、はい。危ない、雅子様。よし、んじゃ、自然一戦。よーし、決まると最高やね、自然一戦はね。はい、甘い。では参るか。逃がさん。あ、いやー、女子供を殺すとは許せんねえ、こいつら。さ、その前に、雅子さん、ちょっとね、ちょっと物資集めをさせてもらおうかな。でも、古宿の割には、思ったよりも数は少なかったね。なんだ、もう、こう、何の生き残りなのかな。昔の戦した相手とかなのかもしれないし、今からまあわかるんだろうけどね。ちょっとね、ちょっと物資をね。あった、よし、これで OK かな、一通り。まあでも正面から行くのはやっぱ物資なんだね。もうね、後ろからサクッてやってしまえばっていうのが僕は強かったから、あれなんだけど、まあそこはやっぱ習い、合わせるって感じか。お？上に行けるのか？草原、もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った。わしはただの使い走り。主は。それを知って何の役に立つ。
己に問われる筋合いはないわ。雅子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか！やめよ！どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。やってくれたな。次の手がかりが大変じゃないか、探すの。まあ自業自得だけどね。めっちゃ回ってる。めっちゃ風が回ってる。すごいな。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。ほう、援軍か。飯が尽きている。長くいたのだな。魚もあるしね。うん。お、書簡。名前と家紋だ。裏切りの形状。佐田を舞い、梶原大村。雅子殿に聞くか。わざわざその書状を残しておくというのもなかなかだね。まあまあまあ、身内を殺されてるからね、カッとなるのもわかるけど。何か見つかったか。さあ、これを。何者かの名と家紋が。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。いやー、ありがたいね。力添えはもらえたね。よし、鍵。まあ、そうだね。復讐の鬼になってたね。さあ、助力を受け終えと。あと一つか二つかな。医療を獲得。いい感じやね。さあ、進行状況。菅沢州に助力を打った、行営というのと、金田か。ってなると、ここか、次は。浪人だもんね。多分ここなんだよね、メインはね。ここ、落ちげ、まあ、ガッチは行ってないか。まあ、じゃあ次こっちだね。行くんだったらね。カゴの中、ちょっとメインミッションとかサブミッション結構残ってるんだけど、移動できない。移動できぬか。お、これで OK かな。これで動けるようになったはず。夜だね。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。まあ次回はこちらだね。浪人はずさんにいると。ずさんでいいのかな、名前ね。なかなか読みが難しいんでね。まあ次回サブミッション、サブとメインミッション一つしてある程度揃ってくると思うんで、そろそろ金田家に
叔父上をた探しに行けるんじゃないかなと思いますので、また進めていきたいと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。